福田正之助は東京府豊玉郡と塚村出身の男子テニス選手である。全日本テニス選手権の第1回大会男子シングルス優勝者。早稲田大学では1902年9月に運動場が改築され、その一部が福田家の所有する土地であったことから、正之助はごく幼い頃から運動場でのスポーツ観戦を楽しんでいた。彼は、 トツカ志チ小学校時代は野球部員であったが、早稲田中学に入学した1910年に13歳でテニスを始めた。福田が16歳の時、1913年に慶応義塾大学定級部が公式テニスへの転校を表明したが、早稲田大学定級部は当初は公式テニスに乗り気ではなく、三上橋郎の説得に応じなかった。ようやく三上の死後、 1920年に総大低級部は公式テニスの採用に踏み切る。福田も早稲田大学小学部を卒業後、24歳を迎える1921年から公式テニスの選手となり、高級のトーナメントに参加し始めた。1922年3月に日本低級協会が発足し、6月に東京ローオンテニスクラブで第1回。 全日本定級選手権大会が行われた。福田は4回戦で、慶応義塾大学の原田武一を6から3、7から5、2から6、4から6、6から1で破った後、続く2試合に勝ち、こうして、第1回全日本定級選手権大会の男子シングルス優勝者になった。当時の優勝カップは、ニューヨーク杯と呼ばれ、ニューヨークの日本クラブから、 日本定休協会に送られたものであった。公式テニス選手の先駆者であった熊谷和也と清水善造の世界的な活躍により、当時の日本テニス界は最初の盛り上がりを見せ始めていた。第1回全日本選手権の男子シングルスで優勝した翌年、1923年に福田初めて男子テニス国別対抗戦、デビスカップの日本代表選手に選ばれた。 日本は2年前の1921年にデハイ初参加でいきなりワールドグループチャレンジラウンド決勝に進んだが1922年は熊谷、清水の両選手ともデハイに出場できず初戦を棄権していた。1923年のデハイで福田は清水善造、柏聖一郎と共に日本代表選手として活躍する。 アメリカンゾーンに一回戦ではカナダに五戦全勝したが、決勝ではオーストラリアに一勝四敗で敗れ、福田はシングルス戦でジェームズ・アンダーソンとジョン・ホークスの両選手に敗れた。同じ1923年には全米選手権にも初参加したが、その期間中の9月1日に関東大震災の知らせが届き、清水、歌手を福田の3名は全米選手権を棄権して、 義援金募集のためのエキシビションマッチを行った。福田が自分のグリップをウエスタングリップからイースタングリップに変える決心をしたのはその頃のことであった。1924年に日本低級協会はフランスパリに本部を置く国際ローンテニス連盟にも正式加入を認められ福田はヨーロッパにも発遠征を果たす。初参加のウィンブルドン選手権では 三回戦で、インドのシドニーヤコブに0から6、2から6、4から6で敗れた。ウィンブルドン選手権は、これが唯一の参加となる。その後、福田は、パリ五輪にも日本代表選手として参加したが、四回戦で、フランス代表のアンリコシェに2から6、1から6、3から6で敗れ、ダブルスでも二回戦敗退に終わった。二度目の全米選手権では、 福田は3回戦で敗退した。1925年のデビスカップと全米選手権に最後の参加をした後、福田は日本に帰国する。最後の海外試合は全米選手権の1回戦であった。福田はハワード・キンゼと1回戦で対戦し、この競合選手から第1セットを奪ったが、結局6から4、2から6、0から6、4から6で敗退した。 海外遠征の期間中、福田は現地レポートを東京日日新聞に送り続け、その記事は彼の愛称をとって、マ、ま、ー、あ、ちゃん通信という名前で連載された。こうして、福田はスポーツ記者としても名声を獲得し、同時に福田自身や彼と同時代のテニスについて、数多くの貴重な資料が残された。1926年10月25日、 福田正之介は当時の優れた女子テニス選手であった田村富子と結婚した。その後はテニストーナメントの運営やスポーツ記者などの著述活動に携わった。定供する心を記した有名な提供君は1941年に早稲田大学の定供部員の一人に贈られたものである。1959年福田はデビスカップで 日本チームの監督を務めた。1968年に君四頭髄法賞を受賞。彼は裁判連までテニス関連の著述活動を続けたが、1974年12月21日に心臓全息のため77歳で急逝した。ありがとうございます。